ドナルド・ジーン・トゥルーラーはアメリカ合衆国の科学者である。量子力学と科学動力学に重点を置いて理論科学、計算科学、科学物理学分野の研究を行っている。トゥルーラーは1965年にセントメアリーズ大学ミネソタから BA、1970年にカリフォルニア工科大学から PhD を授与された。1969年から現在まで、 ミネソタ大学の教員である。トゥルーラーは、化学反応の理論、化学的動力学、化学反応と分子エネルギー点移の量子力学的散乱理論、電子散乱理論反応速度論と化学動力学、ポテンシャルエネルギー局面と分子相互作用系路積分、変分型繊維状態理論化学構造、反応速度、電子的被断熱過程、及び、 溶媒は効果についての電子構造理論の使用、高化学燃焼化学均一、不均一、および高素触媒待お及び環境化学、医薬品設計ナノ粒子構造及びエネルギー論密度反関数理論に関する業績で知られる。トゥルーラーは国際量子分子科学アカデミー、米国科学アカデミー、アメリカ芸術科学アカデミーの会員に選出されている。 2015年に中国科学会のフェローになった。その他にアメリカ科学振興協会、アメリカ科学会、アメリカ物理学会、王立科学会、ワールドアソシエーション・オブ・セオレティカル・アンド・コンピューテーショナル、ケミストのフェローに名を連ねた。バテル近年研究所、宇宙物理学研究所連合の客員フェロー、アルフレッド・ピース・ローン財団研究フェローに任命された。トゥルーラーは、 米国科学開始の編集委員、セオーレティカル・ケミストリー・アカウンツの編集者、編集士官、編集委員、編集顧問長、コンピューター・フィジクス・コミュニケーションズの分野、編集責任を務めている。これまでに以下の賞などを受賞している。ありがとうございます。